12月1日、小牧市市民会館で警察消防合同年末特別警戒出発式が開催されました。これは12月1日から31日までの間、多発する犯罪や火災、交通事故などを防止しようと、警察と消防が合同となり、昨年から実施されているものです。会場には小牧警察署、消防団、地区防犯パトロール隊など合わせておよそ420人が集まりました。式では初めに小牧警察署の清水署長から訓示がありました。今後も自分の周り、身の回りいろいろ気をつけていただきまして、交通安全、そして犯罪抑止、こういったことにご尽力をいただきますようにお願いを申し上げます。次に小牧市消防団の松浦団長から訓示がありました。消防団員は有事の際はいち早く地元の皆様をお守りをする覚悟をしてください。期待しております。本日は続いて小牧防犯協会連合会長でもある山下市長が激励の言葉を送りました。年始に向けましてですね、ぜひ日をさらに引き締めて、市民の皆様方が輝かしい新年を安全安心の中で迎えることができますように、ぜひ皆様方の一層のお力添えを心からお願いを申し上げる次第でございます。どうかよろしくお願いを申し上げまして、挨拶に返させていただきます。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて安全安心な小牧市を実現するため、春日井地区防犯パトロール隊による安全宣言が行われました。犯罪交通事故や火災のない安全で安心して暮らせる小牧市を築くことは私たちみんなの願いです。私たち一人一人が地域のつながりを深め、力を合わせ犯罪交通事故や火災のない街づくりを目指すことをここに宣言します。平成27年12月1日小牧市立王子中学校3年高久美和、長野駅方。このあと参加団体の紹介と出発申告がありました。小牧市防犯監視委員会の皆様です。お願いします。ただいまより年末夜景に出発します。よろしくお願いします。次に行われたのは警戒車両の出発です。警察消防団車両をはじめパトカーなどが続々とパトロールに出発していきました。また自主防犯ボランティア合同パトロールも行われ、参加した皆さんは市民会館周辺を練り歩きました。12月8日現在、小牧市での交通死亡事故は3件発生し、3名の方が亡くなっています。一人一人が地域のつながりを深め、力を合わせて犯罪や火災、交通事故のない街づくりを目指していきましょう。今年最後だったので、安全宣言をしたということで、きちんとこれからもマナーを守って行動していきたいなと思いました。3年間やってきた防犯パトロールの宣言をできてよかったです。これからもしっかり守ってこう安全が続くといいと思います。次回12月21日からの市政だよりは、市政60周年を振り返っての模様をお送りします。